はい、おはようございます。こちら、こんばんは。リョウジンと申します。リョウジン縛ります。今回の縛りプレイは、ノーアタッチメントハンドガン縛り、してください。ハンドガンの種類はリョウジンさんのお好みのものでということで、なんかどんどん被ってきましたね、縛り内容がね縛り内容が、まああんだけね、ずっと縛ります、ずっとやってたんでね、まあ、あの縛りが若干被ってくる時もありますが、まあ、そこはね、生温かい目で見てください。ということで、自分の好きなハンドガンというか、自分のまあ思い出に残ってるハンドガンを使って、チームデスマッチやっていこうかなと思います。思い出に残ってるハンドガンといえばエルカー9ですね。なんでエルカー9だっていう話ですよ。私の動画でですね、まあ、結構再生回数もかなり伸びてる、一本の動画がありまして、あのちょっと待って、これ感度早いな。はい、自分の中でちょっと、まあ、なんていうんですかね、まあ、なんていう、思い出のあるハンドガンなんですけども、これ実は、このハンドガンですね、いたの分かったんだよな、今。実はですね、このハンドガン、ダークマターチャレンジ取った時にですね、一番最後にチャレンジアンロックした武器なんですね。まあ、自分の動画で、まあ、ダークマター取った瞬間のね、あの動画を、撮ったのがありまして、ちょっとエイムクソったりやな、マジで。まあ、この武器なんですけど。まだいるやろ。いなかったか。やっぱね、この武器ですね。やっぱり思い出に残ってるハンドガンといえばね。ダークマター撮った瞬間の動画がありまして。ダークマターを撮った瞬間の動画ね。無理だな。隣にもいるわ。ね、この武器、もう発狂してましたね、あの時はね。過呼吸ですもん、過呼吸。どんだけ嬉しかったんだって話ですよ。この武器でね、最後、スチールストリークをね、1個取れば、ダークマターを解除という時の、まあ、最後の武器だったんでね。まあ、あの動画、たくさんいろんな方に見ていただいて、本当にありがとうございます。ね、いろいろ賛否両論あると思いますけども、まあ、個人的には良かったかなと。あの時はマジ必死やったからな、もうひたすら必死の状態で、もうずっとやってましたもんね。感染はどこだ？オッケー。来ると思うんだけど。オッケー。オッケー。もうダークマター取ってからもうノアタッチメントとか全然やってないな。ブレるんだよなこの武器。本当近距離じゃないと戦えなくて。いやマジでマジで。裏だった。追いかけてきてた。マジ試合ペース遅すぎない？ガンガン行きたいんですけど、僕は。ブレるな、これ。体力ローなんだよな、行きたくないんだよな。いない。うわ、立派。いやー、あのリッパーの踏み込み、マジでなんとかしようで。マジで。スナイパーライフルとか運用する方は結構ね、ハンドガン使う機会多いんじゃないですか。ね。まあ、僕ほとんどないんですけど、スナイパーライフルなんて使わないんで、僕は。非常に助かりました。グラビティスパイク、うぅ上から接したいんだよね、俺は。4発ぐらいいんのかなね。おわ、弾数少なくてな、まあ、80発しかないんですけど。80発もありゃいい。おわい、トリプル前に投げようと思ったらこれだよ。敵が中央から中央に来ないっていうのも含めて。おわ、ちょっと弾が足りんかった。多分バレないこと、多分バレないと思う。ブーストとか全部切っとるから。もうちょっとやな。オッケー。オッケー。上とか来ない？来ないか、さすがに。やっぱ来るよね。やっぱ来ると思った。やっぱ来ると思ったから俺。いや、20発しかないからさ、敵にそんなに対応できないっていうのが。エイムがくそったー！なんか、チーデスですぐ終わるときとすぐ終わらない日ってありますよね。ね。あるよね。うん。なんか、ほんとタイムアップの時とかもあるからな。ザラにあるもんな。特に一人でやってる時とかは。角か。角注意していかないかんな。こういう時です。角を、ま、変えないんだね、場所。角怖いな。マジ角怖いな。え、角怖いって言ってたじゃん、今。いるんじゃね？いないか。危ねえ、グラビティ。もう3回目食らわんから。裏ですか？出たか？そっちか。そっちは無理だな。
また角を待ってる。ちょっと待って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 待て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 、おいブレすぎる、ブレすぎるやるよ今の。ゴルゴン、あぶね、あぶね、マジで角いない、どこだろう。腰打ちの精度よ、もうマジ思い出に残ってるとはいえマジこいつも普通に難しかったな、この武器。いやーお3発当てたんだよな、4発なんだよなこの武器。くそ、ノーアタッチメント辛いな、リロードもそんな、うわー、また3発、嘘でしょ、マジ仕留めきれねえ。来いよ来いよ、もうナイスー。はい、ということで100対82で勝利することができました。まあ、20キル頑張ったけど、そんなに覚えてねえよ、この武器に。一番最後にダークマター解除した時の武器はこれだったっていうだけの話でした。はい、ということで、縛りリクエストありがとうございました。Twitter や動画コメント欄にて気軽に、リクエスト募集しております。もしよければ、話しかけてきてください。まあね、もしかしたらあなたの提案が動画化になるかもしれません。それでは、次の動画でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。バイバイ。